従業員の教育ということで、従業員の意識の改善、従業員の意識改善といいますと、まあ厳しめにね、この仕事しろよ、まあ、学習塾とかで勉強しろ勉強しろ勉強しろって言ってたら塾生来なくなります。なのでその勉強した成果が見えればいいんですよ。勉強した成果というのは、まあ指導って言ってもそのどっちがお金払ってるかにもよります。保護者がお金を払ってると保護者のお子さんなので、そこまできつく悪いことを言えないんですよね。悪いことっていうか、その指導でも厳しくしててもちょっと、ただしその親の方から厳しい指導をお願いしますと言われた先生は厳しくします。それでお金もらってる先生で、厳しく指導することで、まあ、塾の生徒の成績が上がるのであれば、その先生にお願いしますと言われて、別に余分にお金とか受け取らないですよ、塾では。そうするとすぐ追放されるんで、塾の業界から。その塾だけじゃなくて保護者と通じてると破門されます。それ以外で生きていけないんで、そういう人たちは。でですね塾の指導形式で、まあ、ねじり鉢巻き、なんとか代行を書くっていう、市内でバンバン叩いてっていう、そういうのは、なんていうんですかね、その、学校の成績とか、塾とか、会社の成績を上げるための、まあ、道具っていうか、奴隷状態なんですよね。まあ、こいつらが稼いで自分に上がり持ってくれば、自分は太ることができるっていう、その奴隷の扱いにすると、まあその他にも行くとこがない人はずっといるかもしれません。でも才能があって他の会社でも勤める技術があると、すぐに辞めていきますんで。でその指導のやり方でね、まあ飴と鞭っていう二元論がありますけど、あまり意味はないですね。でその成績が上がった時にその会社がありがとうって言ったり、上司がありがとうとは言いませんので、どこでも言葉だけじゃなくて給料に反映される仕組みがないとダメですね。ただしまあ努力したからといって、まあ、6ヶ月みっちり勉強したから成績が少し上がったって言っても本人はすごい喜んでると思うんですよ。その成績が上がった時に、まあ、出される料理がちょっととんかつ焼いてもらったとかね、そういうのは思い出深いと思うんですよね。だから頑張った分だけ成果が実って、働きがいがある、勉強しがいがあると思わなきゃいけないので、ただまあ犬を調教するのにうまくできたら、ちょっと美味しいペットフードみたいなのだと、やっぱりその犬でも分かるって言いますよ。あ、これはなんかその情緒のテクニックでつまらないと、愛情もないのにっていう、どうせそのペットフードも本人のお金で出してるんじゃないんだろう。昔は日本の企業でね、今はあんましないって言いますけど、上司がね部下におごったもんです。俺がおごるからついてこいよって、2、3人連れて飲み屋に行って、会社っつうのはなって言って、ありがとうございますっていう、その料理をおごってもらってるから指導を聞いたわけであって、上司が部下より2倍の給料をもらってれば、そのくらい部下に還元しないと部下はついてこなかったっていう話ですよ。そのくらいですかね。でまあ指導したからどうこうっていうんじゃなくて、やっぱりその会社というのはみんなが集う場所であって、まあ、会長の株主のものであったとしても、まあ、日本がね、日本国民のみんなのものだっていう
のと同じように会社も従業員みんなのものですので、それをこう私物化してね、物を盗んだり人を盗んだり金を横領してる人がいたら、みんな嫌がるっていうか、辞めるっていうか、告訴されるっていうか、そういうなんかこう私利私欲に根ざしたところをやめないといけないですよ。反対にね、まあ上長として給料高いんだろう、こんな格好ならという時でも、ちょっとこう袖に腕時計をちゃんと隠しておいたりとか、その見せびらかさない、その辺はやっぱこう酒を飲んでも強いっていうのはこう悪く出ない人とか、ちょっとお酒が入ってもそのハラスメントをやらなかったりとかね、そういう欲に対する抵抗力っていうんですか、抵抗力っていうのは、まあ、我慢のできる人ですよね。まあ、人ってこう口が浮ついてるので、すぐこう自慢話をあれよあれよとしますけど、大して実りがないんです。その口の結ぶ言葉が、口の言葉が結ぶものがその悪いものであって、将来も続かないんですよね。そういう時にこう上司が見られるのは人一倍見られますよね。同じ同僚よりもその上長の心というのは逐一部下から精査されますので、まあ、発言力が部下の方に なかったとしても求心力とかこうついていきますって人は一人もいないんですよね。で、早く左遷されてほしいとか、どっか行ってほしいというふうに支えているんだと思います。